コマーシャルの後は特集です。前半を終えてまさかの11位、ヴァンフォーレ甲府がもがき苦しんでいます。低迷の原因は何なのか、指揮官安間監督に聞きます。本当にそこを、さてサッカー J2 のヴァンフォーレ甲府、おとといの湘南戦でリーグの半分を消化しました。前半を終えてまさかの11位、チームは窮地に立たされています。成績不振の要因は一体何なのか、安間監督に聞きました。さあこの裏やっぱりこの成績になっているのは、まあいろんな要因はあるんですけど、結局僕の責任だと思うんですよ。それはもう本当に受け止めなきゃいけないし、なんとかしていかないと思っています。今シーズン21試合を戦い、5勝7分け9敗、ヴァンフォーレは勝ち点22で15チーム中11位と低迷しています。勝てない大きな要因、それはズバリ得点力不足です。これまでの得点はリーグワーストの20点、1試合平均1得点にも満たない攻撃力に加え、無得点に終わった試合は8試合、決定力不足は深刻です。最初のうちは本当に崩して、フリーな状態でもシュート場面がたくさんあったんですが、そこでやっぱ決めきれないんで、そうするとだんだんとまた打つのをやめてしまったりとか、勝負球を入れなくなってしまったりとか、本当続けることができなかったなっていうのはあります。さらにディフェンス陣も安定感を失っています。失点29は15チーム中9位、リーグ1巡目は15失点で乗り切ったものの、2巡目は半分の7試合を終え、すでに14失点、チーム全体が甲府のサッカーを見失っているかのような状況です。組織でどうのこうので崩されている失点は、もう失点数作った時にあまりないんですよ。ただそのキーパーと遠征の関係だったり、個人の本当判断ミスだと技術不足でやられている部分がすごく多くて、僕たちは本当に現場で一個一個修正していくしかないと思っています。こうした誤算の一つに秋元、ウルノといった主力の戦線離脱もあります。チームは伸び盛りの若手を積極的に起用し、その穴をカバーしていますが、連携不足によるミスも否めません。単純なミスをいつまでも消せないのはやっぱり選手とかよりも僕の方になかなか伝えきれないところがあるんで、やっぱり僕の方のミスだと思ってます。そんな中、明るい材料はブラジルから来日したサーレスとマラニョンの2人のフォワードです。その実力は未知数ながら、フォワード陣奮起の起爆剤としての期待がかかります。現実的には J1 昇格が難しくなったと言わざるを得ないヴァンフォーレ。甲府のサッカーとは何か、今こそ原点に立ち返って自分たちのサッカーを取り戻すしかありません。ヴァンフォーレどんなチームだっけって考えた時に、とにかく本当にもう一回ひたむきに やって、僕が初めて甲府来た時はみんな本当すごい反骨心を持っていて、とにかく這い上がるんだって、もう先を見ずにもう本当に試合試合にすごいかけてるようなチームだったんで、ギラギラした本当にそこをもう一回取り戻していかないといけないと思います。まあ、サポーターからしてもなんでこの位置にという思いあるのかもしれないですよね。ただそのヴァンフォーレ勝ったチームを見ていくと、広島、山形、セレスト、つまり上位にいるチームなんですよね。ということは決してこれ力がないわけではないと思うんですが、ただその山形戦勝ったと思っていい動きを見せたと思ったら湘南戦で完敗ということで、その良さがずっと続かないわけで、中選手も自信を失っている気もするので、その歯車早く戻してヴァンフォーレのサッカー見せてほしいですよね。はい、ヴァンフォーレ次は今月の5日土曜日です。アウェーでアビスパ福岡と対戦します。
コマーシャルの後もニュースです。